はい、どうもタブロの久田です。今日はですね、茨城県で、境町で、一家殺傷事件が起きましたけれども、その取材に来ております。で、2019年の、9月に起きた事件なんですけれども、急転直下、5月7日に、岡庭容疑者、無職26歳が、逮捕されたわけですけれども、その岡庭容疑者の、自宅近辺に、来ております。で、テレビではなかなかわからないと思うんですけれども、どんな感じの街並みかというと、目の前をこういうバーが通っていまして、こういう感じで、住宅街なんですけど、新しいマンションも建っていたり、ここら辺なんかは住宅街になりますね。そして川の向こう側の右手に行くと岡庭容疑者宅になります。で、今時点、5月9日なんですけど、5月9日の時点で、まだ岡庭容疑者なんで、その5月9日の時点での収録ということをまずお伝えしておいて、おきます。こんな感じになってます。こんな感じの住環境になってます。こちらですね、だいたい正面のように正面ぐらいについた感じですね。報道ベースだと地元運営士の方だと、ご実家はですね、そういうふうに言われてます。こういう感じですね。はい、今、先ほどの、岡庭容疑者宅の付近なんですけれども、これから岡庭容疑者が、どのようにして被害者宅、茨城県境町、約30キロから40キロ離れていると言われている遠い道なんですけども、を行ったのか。で、そこで地図を見ているときに、ある一つの、なんていうんですかね、特徴というか、疑問点というか、ちょっとした発見をしまして、まず岡庭容疑者と事件現場がどのような位置関係だったかについて見ていきたいと思います。 Google マップに岡庭容疑者の当時の自宅として報道されている埼玉県三郷市内の大まかな住所を入れてみます。容疑者の自宅は埼玉県の南東部に位置し、東京都葛飾区や千葉県流山市に隣接していることがわかります。続いて事件現場となった小林さん一家の自宅の位置も見ていきます。こちらもあくまで新聞報道などで出ている範囲の大まかな住所にとどめますが、大体の位置はお分かりいただけると思います。報道などでは車の免許も所持していないとされる容疑者が30から40キロも離れた小林さん宅を訪れることができたかどうかが謎の一つとされています。車で移動した場合、いずれのルートも40キロ前後、50分弱かかることがわかります。一方で運転免許を持たない岡庭容疑者は自転車で移動したのではないかという説もあります。そこで Google マップで自転車でのルートを検索してみました。すると容疑者が住んでいた埼玉県三郷市から事件現場の茨城県境町をほぼ一直線に結ぶルートが浮かび上がってきました。それが江戸川に沿ったルートです。岡庭容疑者が住んでいた地点から江戸川に沿って登っていくと距離は35キロ程度に縮まり、自転車でも2時間で行けることがわかります。使用する自転車にもよると思いますが、自転車で2時間というのは若者にとっては十分に移動できてしまう道のりだと考えられます。川沿いを走った可能性があるんじゃないかなということですよね。断定はできてませんけども、偶然その川沿いに行くと境町にの付近まで行くというのは、これはちょっと見過ごせない技術なんじゃないかなと。茨城県に入りましたね。はい、利根川を渡りました。はい、これから現場に向かうところです。はい、ここも静かな農園なので、田園地帯なのであまり大きな声出さずにちょっと
と小さな声で喋ってますけども、被害者宅に、今着いたところです。容疑者はですね、まあ車持ってなく自転車で来てるんじゃないかなという想定で、高速を使わずに、下の道路で、走ってきました。ですからまあ1時間もうちょっとかかったと思いますね。はい、こちらがあの川に、あの右側が小林さん宅になって広大な土地になりまして、左が小川になりますかね。でこっち行くと田園地帯が広がっています。先ほど申し上げたように、静かなところなので声を小さくしてレポートしてます。小林さんご夫婦 のご冥福をお祈り申し上げます。ではここからは多分犯人はこの侵入しにくいと思われますので、侵入されたと思われるような場所は、こちらの方になると思いますね。これ夜、犯行は夜だったので夜中未明だったので夜になるとほぼ真っ暗で、実は僕も夜に来たことがあるんですけども、ライトを消すと、自動車で来たんですが消すと本当に何も見えないです。でそこを一人で30キロ、40キロの距離を自転車で来たのかなというのところは非常に報道ベースでも言われてますけども、ミステリーというか奇妙なことであり、そうであるならば奇妙な犯行であると思いますね。この辺りがもう規制線切れちゃってますけども。前方から3人ばかしの、なんでしょうね、テレビですかね。ここら辺まだ規制線が張られていて、本当にその、非常に大きな、広大な土地ですよね。さっき来た道をこう見ると、ここも全部そうですから、本当にその、広大な土地です。で、先ほど、後ろから撮影しましたが、小川があるので、そこは入りにくいというところで、こっちはもう、田園風景ですね。なので、ここの入り口になりますかね。はい。ここから入ったんじゃないかなと。容疑者がここから入ったんじゃないかという説が多く取られております。ここに入は、ただここには、本当に小林さんご夫婦はどこに寝てるのかとか、わからないので、どのように知ったのかっていうのはまだ謎ですよね。自供するのかしないのか、もしかしたら保釈になるかもしれないし、不起訴になるかもしれないし、それはわからないんですけれども、岡庭容疑者の供述を待つしかないんじゃないかなと思います。こういう感じですね。で、この玄関を行くと、ここもずっと、小林さん宅で、ここには釣り堀があって、有名な釣り堀ですね。で、離れていくと、さらに本当にもう、森というか林みたいな感じの状況ですね。はい。かなり広くて、ここからではね、家が見えないので、犯行現場なんですけれども、どのようにして入ったのかというのは、そこの、さっきの玄関というか門ですかね。門のようなところから入るのか、それとも、前方に見えている、ここですね。はい。社ではないですけど、何ですかね。ここら辺から入っていったのかと、侵入していったのかなと、いうところですね。本当に大きな
たというのが分かると思いますが、まあ、本当に先ほどあの容疑者宅からこちらまで、下の道を使ってきたんですけれども、なぜここに30、40キロの道で来たのか、これが本当に謎ですね。まあ川沿いに来たんじゃないかなというような僕らは推測のもとで来たんですけれども、うん、どうなんでしょうかね。まあご覧いただいたようにですね、茨城県一家殺傷事件の、事件現場と容疑者宅を結ぶ線というものをトレースしてみました。で、ここの被害者宅というのはですね、本当に夜だとまず一人では来れないような場所です。ここも夜来たことあるんですけれども、そうするとやっぱりの世田谷一家殺人事件のようなものを連想してしまいますね。なぜどういうふうに知り合ったのかとか、どういうふうにして目的を設定したのかとかいうふうに思います。それと、まあ、これ報道ベースですけれども、岡庭容疑者が、過去に前歴があったりとか、あるいはその、ことを鑑みると、もしかしたら快楽殺人の可能性もあると。で、快楽殺人の可能性の場合はですね、まあ、例えば、少し昔になりますけど、神戸児童殺傷事件、榊原生徒事件であるとか、佐世保の女子高生事件であるとか、人を殺してみたかったみたいな、事件なども浮かび上がりますので、で、太陽の下に新しきものはなしっていう言葉があるんですけれども、何かしら事件というのは本当に新しいものっていうのはなくて、どっかしら繋がってると。まあ、快楽殺人もといえば、戦後は小平良雄事件とか、大久保清志事件とかあったわけなんで、もしかしたら、うん、そっちの事件の方をこう、トレースしていくとですね、まあ、事件の真相とか真実みたいなものにぶち当たるかもしれませんですよね。うん、けれども、まあ今5月の、9日か、で、逮捕されてまだ、2日ぐらい、まあ、容疑者がですね、まあ、不起訴になるかもしれないし、まだ分からないので、9日の時点では、ね、分からないので、まあ、これはもう、警察の捜査、あとあるいはその、もし自供するなら自供みたいなものを待って、また再び YouTube などでご報告したいと、あとあるいはタブロで、記事によってご報告したいと思いますので、一つ、その今後の展開を皆さんと一緒に見守りたいと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。久田でした。